バンド紹介コメントですね。シンガーソングライターとして弾き語りやバンドでボーカルなど地元をはじめ島内各地で活動をしています。念願だった CD のリリースもしています。その辺もお話ししていただきます。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田美穂の前に来ました。吉田美穂です。ちょっと食っちゃいました。すいません。ちょっとね寒いと思うんですけど、もうちょっとあのサクサク終わらせていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。いつもはあのオリジナルを作ってねやってるんですけど、今日はあの野外ということでカバーをね1曲やりたいなと思います。せっかく聴いてください。
さっきもね、出たバダスね、北見から3人組、北見は3人組というか2人で、1人の方は札幌なんですけどね、はい、一緒に来たんですよ。去年ね、秋、11月ぐらいですかね、あの燃える沼公園、あのピラミッドの中でね、あの時もあのライブにね、呼んでいただいたんですが、またこうしてね、今日野外でね、できたこと、私普段ライブハウスばっかりなのであんまりこういう野外でやったことないんですけどね、ほんと寒くて手はチカチカチになってるし、ギター弾けるかななんて心配してましたけど、見てる皆さんの方が寒いですね。はい、ではですね、コロナ中に、みんなね、コロナウイルスにやられちゃいましたけど、私たちも幸せのね、ウイルスを巻きながらみんなで仲良くやっていきたい、そんな曲を作りました。ビルス、聴いてください。Yeah!
最後までこのままね帰らず聴いていただきたいなと思います。では私最後の曲になります。いけないね恋の歌を書きました。赤い渓谷です。吉田美穂でした。愛してるそれだけで心を「思いを募らせて」
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。吉田美穂さんですね。はい。